どうも、めっちゃ中途半端なとこから始まってた。この人魚姫の絵本を手に入れましたね、今。はい、前回どう終わったのかすらあんま覚えてないから、すげえ適当なとこから始めちゃった、ちょっと動画。人魚姫。人魚姫なんだろう、割となんかあれじゃない？なんか童話みたいな、なんかそういうお話になんか基づいてはないよね。今までの話的に。昔々、海の国の人魚姫は、人魚の王子様に恋をしました。うん。まあ、これは人魚姫の、あれだよね。普通のパターンだよね。人魚姫は何年経っても思い、あ、片思いでした。うん。そしてついには、おばあさんしました。はぁって、すげえ。すいません、むせました。そしてついにはおばあさんになってしまいました。はい。死ぬまで一人ぼっちの人魚姫。悲しすぎん？人魚の国の娘たちは、とても哀れみました。おう。あんなおばあさんには絶対なりたくないと思いました。そういう哀れみ方？あ、死んじゃった悲しいよじゃなくて、うわー、ああいう死に方だけは嫌やなーって思ってんだ。なるほどね。で、また最後のページがなくなってると。これ前回と同じですね。はい、行きましょうか。いや、なんか、花粉ひどくて、もう目もかゆくて鼻水漏れて、もうくしゃみ今回止まらんかもしれん。いや、なんか、外出てねえのになんでこう、始まりましたね。オーガスト1930。マーメイドプリンセス、人魚姫。またなんか頭ちぎれたりすんでしょ？わかるよ、もうここ、グロいのわかるもん、ここ。ちぎれねえのかよ。ちぎれろよ、そこは。多分今回ダイアナちゃんのお話でしょ？何勘違いしてんの？こいつ自分人魚姫だと思ってんの？不幸な少女が絵本を閉じると？そこには勝ち気なお姫様がいました。これ、階層みたいな感じなのかな？お姫様は不機嫌につぶやきました。まあ、頑張って掃除してんじゃん。お前、こういう時だけ本当目のためなんでね。まずい、魚がいなくなったホフマン先生叱られる。あんたも早いこと大事なものを探してきたら。は？なんかさ、お前ら味方じゃないじゃん。味方でも何でもないくせに、なんでちょっとなんかアドバイス的なことをすんの俺に。なんかある。これまたファインドするパターンでしょ。ジェニファーはショートブレッドを手に入れました。何それ、ショートブレッド。あ、回復アイテムか。あー、まずいらないものはどんどん捨てよう。野良犬のページもいらないでしょ。結構、アイテムが頻繁に手に入るから、これもいらないよね。絵本。これいるのかな洗濯バサミってほんと何に使うんだろう。まあ、あとは、持っとこっかな。まあ、これでいこう。さあ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 、待って、ショートブレッド？ファインドすればどうなんだろう。ファインドして、一応こうしよう。ないの？一応、ハテナマーク。あ、まあ、ここにはないってことね。一回ここ、一回ここ出ればいいんだよね。ここはどこ？上級客員区画なんだ、ここも。ほう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 。まず、重要なアイテムを手に入れて、そっからまたファインドしてって、まあ、いつものパターンだね。それやっていけばいいんだよね。どこに行けばいいの？あ、ここか。あ、ここ、ビップルームじゃない？もしかしたら。うん、ちょっと待って、この視点がさ、視点か帰るの難しい。もう見れねえじゃねえかよ。まずこっち行こっか。多分なんか怒んじゃないの？逆に怒ってくんだけ困るんだけど、なんか泣いてる。あ、いた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 、お前か。おい、チビ、お前フォークぶっ刺しクソガキ野郎だろ。どうした、お前も底辺か？あ、そんなのいないよ、いるわけないよ。なになに？あ、今月の貢ぎ物、一人身の人魚。いないね、確かに。それだけは同感してあげる、君には。ただお前のこと嫌いだからな。踏むぞ、てめえ。チビ、おい。俺、子供あんまり好きじゃないね。待って、これで？また、じゃあ、貢ぎ物を探さなきゃいけないのか。え、待って、アイテムは？アイテムないと俺進まないよ。こんなんあったっけ？貢ぎ物のルール。1、今月の貢ぎ物を探すべし。1、必ず全員参加すべし。え？じゃあ何や？ダイアナとかメグちゃんもやってんの？ 1、遅刻に横取り不正は厳禁。え、俺横取りされたくね？確か。アマンダに。アマンダに、クリーチャーに。ガラクタ、おもちゃ、いろんなものを受け付けます。赤いクレヨンの貴族。でも今回は人魚姫なんでしょ？人魚か。え？どこに行くの？これあったっけ？これもないよね。あ、階級表か。上流階級。うん。公爵夫人ダイアナ。やっぱこいつトップなんだね。
で次伯爵夫人エレノア、あエレノアちゃんが2番目なの、メグちゃん3番目なんだ、男爵夫人メグで、こっから仮想階級、あーあともうみんな下なんだ、汚らわしいジェニファー、めっちゃ見づれ、惨めなアマンダ、うん、まあ、こいつは正しい、こいついらねえから本当クズ、いやどこ行くの、戻ってなんかいるんじゃないの、いないかな、ちょっといてくんなきゃ困、なんだ、あ来た、今回この二人やっぱ言うのかな、陰で冷やかなお姫様と賢そうなお姫様にな、不幸な少女はそっと耳を澄ましました、はい、またバレてんじゃないの、何また悪口、ダイアナ困ってたよ、ちょっとやりすぎたんじゃない、仕方のないことだわ、人魚なんていないもの、そうでしょメグ、おう、そうよね、ああするしか方法ないわよね、は、でもこいつらやっぱダイアナの文句とか言わないんだね、やっぱダイアナがやっぱクズなんだね、おい話聞かせればクズだもん、賢そうなお姫様がいました、ジェニファー人魚っていると思う、お前何気安く話しかけてんだよ、おい俺から話しかけたんだけどさ、冷ややかなお姫様がいました、うん、美しく汚れのない生き物、あなたも人魚を探しているんでしょ、なら急いだ方がいいわ、ダイアナに先を越されるわ、なんだお前ら絶対仲悪いやん、いやなんかこの3人の人気投票したいな、まず1番はジェニファーじゃないですか、ジェニファーが1番、なんかあるジェニファーが1番、まあ除外してあのなんかトップ3人誰が1番人気なんだろう、エレノアちゃんかなやっぱで、2番目がダイアナちゃん、だ絶対メグちゃん人気ないと思う、魚の鱗を手にいました、いくらメガネっ子が好きでも多分誰も好きじゃないと思う、メグちゃんは魚の鱗青白く光っています、うん、こんなんあったんだね、待ってこれじゃあファインドしていけばいいんじゃないの、あいつらなんでこれ持ってかなかったんだろう、これめっちゃ探す手がかりやん、あそっか、でもダイアナ、ダイアナじゃねえ、ブラウンがいないもんね、お前らブラウンみたいな賢せぬどんだけ噛む、あなんかいるじゃん、えっ、おちょっと待って、ブラウン全然通り過ぎてくやん、えこれクララちゃんとホフマン先生でしょブラウンあの二人ブラウンにメモ見もう、ね、全然無視してたやん、まあ、行こっか、第二区画作業通路、ここ来たことないはず、てか割と遠くない、うわこれ何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 よこれ、調べれ、あ調べれる、海の底ごっこ、海の底ごっこって誰しもが分かりづらいやん、はってなるやん、どういうこと、こっちか。でもなんかちょっと雰囲気変わったね。若干青っぽくなった。ブラウン、またバグってるよ。ブラウン、お前前回もバグってたよね。階段通過なんか、端っこに頭挟まって。下方垂直尾翼。何それ。ね、下方垂直尾翼。こんなとこ、普通来ちゃダメだよね。なんかその飛行船の、なんかでしょ。うわぁ。ホフマン先生とかどこ行ったん？肉切り包丁。え、なんか強いんじゃない？これもしかしたら武器でしょ絶対。ちか、取れない。え、魚の頭、オッケー。え、なに？やべ、くしゃみ出そうやんけ。わ、グロ、ちょっと。魚の頭。胴体がありません。はい。ちょっとくしゃみを我慢しようとしたら変なくしゃみになりましたね。まずこれで、ファインドは、もうこれいらないでしょ。あ、そっか。リムーブしてから捨てなきゃいけないんだ。間違いない。だからね、ドロップして、で、魚の頭をファインドしてってことだね。ちょっと肉切り包丁装備してみようかな。これどうなんだろう。お、強いんじゃ、あ絶対鉄パイプの補正。まあ一旦戻ろうか。え、でもさ、俺ホフマン先生なんであんな縛られてたのに今普通の状態なの、なんか怪しいよね。だから絶対俺妄想とかだと思うんだけど、この場所自体、このジェニファーちゃんが見てる夢だったらなんかな、なんか腑に落ちないよね。でもなんかそういう方じゃない、なんか今日俺語彙力がいつもと比べ、いつもの時もう何言ってんのか分かんないもん、ほら、えちょっと待って、えこれ絶対妄想とかだよね、ねえ、えっ、あびっくりした、お前か、もう何してんだよ、魚は絶対こっちにいる、私には分かるんだ、いやお前周り見ろよ、めっちゃ
もう食われた魚みてえの泳いでるよ、めちゃくちゃ。あ、ブラウンこっちか。ダイアナと同じ方向。ここ何、中央階層 A ブロック。これ妄想じゃねえの本当に。てか妄想以外ありえないよね。なんか呪いとかそういうのでもないでしょ絶対。これジェニファーちゃんが見てる妄想。でもそしたらアマンダとかは実際にいないみたいな感じなのかな。え、なんかあっちじゃないんだ、こっち。ブラウン、まあ、ブラウンについていこう。お、なんか落ちてるよ。まあ、ちょくちょくカットしてると思うんだけど。あ、なんかあんの。あ、これか、人魚の、あ、人魚の足。人魚の足じゃないんだ。人、あ、すごい下半身やん、上半身がありません。なんかすごいね、一瞬卑猥に見えちゃった。まあ、これをファインドしてってことだよね。ファインドして、これもういらないっしょ、捨てて。もう今度これでしょ。いやー、このさー道のりがさ長いんだよねだからカットせざるを得ないんだけど、まずここは来たことない。ちょっと待って、一回ちょっとマップ見てみよう。どこらへん今、全然わかんねえ、何ここ。ちょっと、もうわけわかんねえんだけど。こっちか、アマンダじゃなくて、なんだっけ、ダイアナはどこ行ったんだろう。あ、待って、ちょっと、何ちょっと、もうちょっと待って、ブラウンはもう先行っちゃうし、普通に。ブラウン来て。待って、これハサミされてるわけじゃないよね。ちょっと待って、これ回り込んでいけない。ちょっと待って、これ俺絶対嫌なんだけど、戦いたくねえんだけど。いや待てよ、これ引きつけてもう行っちゃうか。逆にこれでブラウンまずこっち来させて、そっからもう行こう。そっからこう行って、まずこうチビ、あ、いける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 、俺ならいける俺ならいける。どけ、ちょ、マジ、ちょ、ま、ちょ、嘘でしょ、ちょ、ほんちょっと待って、はまってんだけど、大丈夫かこれ。ちょっと待って、落ち着いて。はえ、これどうしよう。あ、よかったよかった。ふざけんなよマジで。どっちこっちちょっと待って、これゴーしなきゃわかんない、ゴーしなきゃわからん。ここかちょ、ブラン早く来て、ブラン早く来て。視点がこれしか変わらん。来てんのかな。ちょ、あんま行ったらやばいよね。ブランどうなってる。ノー、あ、こっちっぽい。あ、もうやだ本当に。何、いや何、あ、やっとムービーかい。ホフマン先生じゃない？もう死んだはずだよね。なんで生きてんの？あ？このさ、この暗転してからマジ30秒ぐらいかかったんだけど。いや、長い、いや、え？いけないの？いけるやんけ。危な、やべ、またくしゃみ出そう。え？これ結局どうすりゃいいの？もう俺の中ではもう頭がこんがらがって意味がわからんよ。そう、ホフマンいねえし。え、どうした、ブランどうした。What？ どうした、なんか首吊り。ブランどうした。ブラン、もういい、もう一生噛んどけ。ああ、もうねえ。何は？え？これさ、クララちゃんもしかして。はいやじゃねえよ、急に戦うんかい。あ、人魚。おい、グロ、ちょっと待って。ブラウン、どうするよ。ブラウン、これ近づいたらやばいよね、絶対。3でしょ、これ。どうする、ブラウン。なんか全然怖くないんだけど。こいつ出てきた瞬間、鼻水めっちゃ出てきちゃうんだけど。こいつめっちゃテンション高くね。はい。待って、全然当たり判定ね。これ、当たり判定がない時とある時、全然わからん。おぉ。ちょっと待って、こいつ面白くない。はいやってさ、格ゲーの、なんかの格ゲーの掛け声にあったよね。弱え、こいつ。
こいつクソ弱えぞ。おいブライン、ブライン、お前でも多分戦えるぞこれは。こいつクソ弱えんだけどマジで。ちょっと待って、鼻水垂れてきた。あ待って、体力がね、えこれけめっちゃ回復する、ナイス。これ待って、でもこれ攻撃一回食らったらめちゃくちゃ食らうんだ。ブラン、そこにいたら危ないって、溶けちゃうって。ブラン、ブラン、ど、ブラン、ブラン、ブランおいで、ブランおいで、そう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 お前その喋り方なんやねん、お前のそのハイヤーやめろ、言った。このハイヤーでどんくらい食らう？割と食らうんだな。でもこれセーブしないからさ、ここで死んだらまずいよ俺。これは勝たなきゃまずい。うん、分かった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 。お前テンション高いね、テンション高。こいつこいつ弱いけどうぜ、投げうぜし投げ、まあ、立ち止まっといたら多分そこに降ってくるでしょ。違うんかい、そこかい。やばい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 、どんくらい食らう？めっちゃ食らうんだけど、もう嫌なんだけど。ブラウン倒れちゃったよ、ちょっと。えちょっと待って、俺死ぬんじゃない？ちょっと嘘でしょ、ちょ待って待って待って、俺マジちょ大ピンチなんだけど。回復アイテムがねえよ俺。えやっぱ移動遅っ。どうするこいつ。あやばい、死ぬ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 、タイ、ちょっと待って、やばいやばい、ブラウンも倒れちゃってるし、移動が遅いし、あー死んじゃったよもう。強かったやっぱ。もうダメよ、ちょっと最初からなんだけど。もうまた最初からかよ。さあリベンジマッチしましょうか。いやさ、ここ来る前のあの魚の大群みたいなやつらほんと腹立つ。まず回復アイテムが 1,2,3,4,5 5個あるけど、このキャンディーとスコーンはほぼほぼ回復しないから、なるだけ食らわないようにしたいんだけど、あとブラーも死なないようにね。無駄に近づいたのヘドロみたいなやつに当たったら最悪だからね。どっから来る、どっから来る、来るときに一瞬なんか、うるせえなお前、どこにいんだよ、いた。よしよしよし、これさ、このゲロがほんと、もう攻撃範囲広いし、最初こいつクソ弱えなと思ったけど、そんな問題でもない、めっちゃ強い。ゲロ出してくんでしょ、ゲロ出してこいよ、上してくでしょ。なんでこれが当たんの、は、そう、どうするブラウン。ああ待って、全言撤回、こいつが一番強かった。お前1時間経ってんじゃねえかよ倒すのに、鬼すぎんだろこいつ。もうちょっと精神おかしくなってたよ。 Just who did this? Who made this mess? Was it you? Go on, tell me.ホフマン先生だよね。おいおいおい、お前。え、キモ。めっちゃ触るやん。You were in charge after all. え、見えてないの？Yuck! How disgusting! いや、なんで俺に睨まれなきゃいけないの？ Oh, now I see. お前じゃ戦えよ、人魚姫と。めっちゃ強いぞ。It was you! It was your fault that I got into trouble! は？ Give it here!Oh my, I see a stain. I've got to clean it up, or Mr. Hoffman will be angry with me. お、いや待って、もうほんと疲れた。
疲れた本当。マジで本当にもう絶対カットとか早送りにしてるけど、マジで強かった。もうあいやあいやもう何回聞いたんだろう俺。やっと終わったよもう。ホフマン先生の、ホフマン先生5人分ぐらいの体力だったんだけど、あいつもうやだ、もうああいうやつと戦いたくない。回復アイテムも使っちゃったし、具合が悪くなってきたし、もうしゃっくり止まんないし、ああもう途中ずっとブランも倒れちゃったまんまで、もうずっと1対1だったんで、セーブしよう、とりあえずもうセーブしなきゃ死んじゃうって。どっかに絵本があるんじゃないの。あれ、これ調べればいいの。お、あ、これか。お、人魚のお人形、お腹から紙が1枚出ています。はい、あーっと終わった。長かった。今回たとえ死んでもあなたに従います。長かったよ、もう大変だったよ。ブラウン、ブラウンってボス戦で1回倒れちゃったらもう生き返んないんだね。もうこの後はずっと生きてるのに、人魚姫。もう俺が今まで見てきた中で一番気持ち悪くて一番強い人魚だった。昔々海の国の人魚姫は人間の王子様に恋をしました。人魚姫は何年経っても片思いでした。結局あの人魚姫ってクララちゃんじゃないの。なんかホフマン先生なんか言ってたよね。そしてついにはおばあさんになってしまいました。死ぬまで一人ぼっちの人魚姫。人魚の国の娘たちはとてもありみました。はい、あんなおばあさんには絶対なりたくないと思いました。はい、たとえ死んでもあなたに従います。ん？ってことはこの3つのやつで永遠に変わらぬ愛を誓って、なんで過去のやつ覚えてんのに今のやつ忘れんねん。なんだっけ、二度と忘れないよ、決して忘れないよ。はい、これでまず3つ揃ったってことはやっとなんか新しいとこ行けんじゃない。あなたに従います、永遠に変わらぬ愛を誓ってあなたに従いますね。でもこれの言葉を思い出したっけ。結局何、なんかジェニファーちゃん好きな人でもいたの。今のところ全員クズしか出てこねえけど、誰だ、ピーターか。ピーターうんこ臭いって言われてたしね、絶対好きじゃないでしょ。セーブしよう。あー大変だった今回。わー戻ってきたよ、いねえじゃんあいつ。散々俺に読んで読んでって言ってたくせに、読み終わったと思ったらお前もいなくなってんのかい。なんやねん、え、あの王子様的なやつがさ、ジェニファーちゃんが好きな人なの。いや違うよね。てかジェニファーちゃんって19歳なんだね。あのコメントで教えてもらったんだけど、あ動ける、これでん出ればいいのかな。出ても結局ここ幽霊星なんだよね。新しいところに行くわけじゃないのかな。もうそろそろいいよこのエアシップ幽霊船は。出れる、かわいい、めっちゃかわいい。あっ、何、もうこっち深夜回ってんね、あの人魚姫と戦ったせいで。あいつと戦ったしかマジで1時間何十分なんだろう。もうすげえ、またセーブ、またセーブセーブするけどさ、多分ですね、あの人魚姫と戦ったやつとか全部はさ、多分動画時間十何分だと思うんで、もうちょいって今日やっていこう。お菓子の家、はい、お菓子の家、新しいステージ来るんちゃう、来るんちゃうの。もういいよ、来た、お外やん。てか誰、あれこの人って、あれこの人なんか結構序盤になんかめっちゃ怖いを 出方した人じゃないの。やっと外やん。でもこれでもう分かったよね絶対。え、不幸な少女が目を覚ますとそこはバラの園でした。ほう、どこか懐かしい、とても不思議な場所でした。ほう、もう俺はもうちょっと分かってきたよ。ふと辺りを見渡すと、忠実なしもべ、いねえの。一人ぼっちの不幸な少女はとても寂しくなりました。ブラーン、ブラーンいねえの。じゃあこれからどうやってファインドすんの。あ、でもステージ変わると体力全回復すんだね。あ、それはありがてえ、まあ、こんなゴミみたいなやついらねえよ。もう腹立った、あの人魚姫。あのさ、もう俺分かったことがあるんですけど、これ妄想だよね絶対。
あ、この人追ってけばいいの？お前ブラウンの代わりやん。お前ブラウンの代わりやん。こっちを、あー行けそうだけど、ちょっと一回行ってみ、調べてみよう。今日ちょっと口が回らないんですよね。しっかりと閉じられていて、続けてスク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 。はい。まあこういう感じで、全然今日口回らないんで、とりあえずもう喋んないで実況していこうと思います。はい。このバラとか調べてもなんもないよね。とりあえずあのジジに、待ってこれさ、マップ見たら、見れない。うわ、もう、カームも、ブラウンもできない。とりあえず先行こう。お菓子の家。お菓子の家？一番最初のあの、屋敷はお菓子の家じゃないよね。また、ほんと新しいところなのかな？え？でもさ、なんか回、え？外観は似てない？最初のとこと。古びたポストには消えそうな文字で名前が書かれています。グレゴリー・M・ウィルソン。グレゴリー・M、M、ド M か？セブシオ。ちょっとこっち先に行こっかな。ここ入れんのかな、まず。入れる？さすがに子供たちいないんだよね。なや。え？ちょっと待って、今ちょっと声聞こえた、子供の。今も聞こえる。え、なんか聞こえんだけど。なんか聞こえるよ。あ？あ、いつから使われてないのでしょうか。ほこりとカビの匂いが充満しています。この、ちょっと、完全にこの、トンカチみたいな拾え。ハンマー、ハンマー、ハンマー。ハンマー取れないの？え？ちょっと、ハンマー、いかにも取れそうなハンマーあるやん。もう、てか武器はもう鉄パイプでいいんだよね。もう回復アイテムだけがあればいい、俺は。もうあんなにいっぱいあったのにもうゼロだよ。人魚姫のせいで。もう今後あれより強いやつできたらもう俺死んじゃう。まずちょっと一旦玄関から入れるのかな。ちょっと入ってみよう。ここ孤児院じゃないよね、絶対。どこがおかしいんやな、逆に。普通に入れる。廊下。これ敵出てくんのかな。嫌な予感しかしないけど。うわ。めっちゃ喋ってるよね。どこにおる？声めちゃくちゃ外に漏れてんのにどこにいるのか全然わからん。ここっぽいね。なんも出れこん。ムービーだろ。なんだ？生え際気にしてんのか？ハゲてきたからって。大丈夫大丈夫。年取ればみんなハゲてくんだよ。気にしすぎだろ、お前は。いいだろ、別にもう。諦めろ、お前は。何のムービー？いや、何のムービー？いや、入れないの？入れるやんけ。今。今までずっとハゲ気にして大丈夫ですか？いないんかい。あ、なんか、何これ。底をついたお酒と空のタバコが寂しく放置されています。荒ぶってんね。荒ぶれちゃってますね。なんかもう喋り、うん、すげえ声聞こえんのに全然なん、どこにいるのかわからん。なんか調べれるものはない？何これ。きっちりと陳列されてる本にはどれも同じサインが見て取れます。グレゴリー・M・ウィルソン。え、作家？なんなん、この人なんなん。電話線は引きちぎられていてどこにも電話する。なんで電話買ったん。電話線引きちぎるぐらいならもう電話買うなよ。誰とも連絡取りたくないなら電話を捨てろよ。なんで置いといてんねん。いつか使うんか、またな。俺すっごい突っ込むぞ。待って待って待って、どこ、待って、なんか、え、これ何、これなんか、え、これ死体じゃない、あ、違うか。どこ行くのねえ。ずっとなんか喋ってるけどさ、地下室来ちゃった。なんかやばいのいるんじゃない。言っていいのかな、これ。地下っぽくない、でもねえ、声どこよ。めっちゃ声聞こえるのにどこにいるのか全然わからん。何かの供物でしょうか。箱が、前列に詰められています。はい、そうですか。もう待って待って、どこにいんねん、本当に。ここっぽいね。もうずっと声聞こえる、耳元に。痛い痛い。あ、あ、おかえり。そろそろお眠の時間は。拳銃持ってなかった。おやすみジョシュア。誰？いや俺ジョシュアじゃねえし。拳銃、そう、 あいつが持ってんのか。寝ればいいの、お布団め。いや待て待て待て、何すんのよ。こっちいきなり謎のとこに放り出されて。待って待って待って、この上の人形落ちそうだったよね、これ。え、違うん。新聞が貼ってあります。1929年4月25日、人々の夢を乗せいざ初飛行。この度来たるべき飛行船時代に備え、我が国にふさわしい世界最大の飛行船。うん、これ前見たくない。うん、で孤児院の子たちも
来るんだよね。これ読んだよ。読んだことある、ある。また読んじゃったよ。え？寝ればいいのかな。なんかさ、一応ムービーでジェニファーちゃん銃持ってたんだけどね。めくろう。じゃあはベッドには少年の服とズボンがきちんと置かれていました。ジョシュアってあの少年？ジェニファーはなぜだかとても胸が苦しくなりました。なんでなんかあんの？え、開かねえの？え、じゃあ何するん？あ、シーツの下には手紙の束が隠してありました。もう全然ついていけないんだけど今。4月10日、囚われの身のジョシュア様へ。囚われちゃってんの、あいつ。私はウェンディー。皆さん、ウェンディーって覚えてますか？パート2あたりに出てきた、ちょっと咳してた、白い服の女の子ですね。可愛らしい。いつもお空からあなたを見つめています。ジョシュア様、あなたはどうしてそこにいるの？え、付き合ってんの？ジョシュア君とウェンディーちゃんって。4月27日、ウェンディーからジョシュアへ。私の大事な囚われの身の王子様、素敵ね、素敵な出会い、よろしくね、王子様、大丈夫、私があなたを自由にしてあげる。6月9日、ウェンディーからジョンソンじゃねえや、ジョシュアへ。まあ、なんてかわいそう、私の大事なお心の優しい王子様、気にかけていること、おじさんが時々うつむいて悩んでいることね。大丈夫、おじさんがあの恐ろしい道具を隠している場所を知ってるわ。だから2人で逃げ出しましょうよ。私にすべて任せておいて大丈夫よ。6月20日、ウェンディーからジョシュアへ。王子様、気にしなくてもいいの。あなたのためなら何でもできる。そうね、私に愛していると誓って。ただそれだけで私は嬉しい。6月27日 W から JA、 ありがとう私の永遠の王子様。明日の夜明け、あなたの鎖を解いてあげる。永遠に一緒に暮らしましょう。もうラブラブだな、おい。何？そして私もあなたに誓います。永遠に変わらないに誓ったあなたに従います。ちょっとさ、ん？もしかして、え？あのウェンディちゃんが大人になったジェニファーちゃんなのかな？違うかな？だってジョシュア君もだってこんなにジェニファーちゃんになんか必要になんか迫ってるってことは、大人になったジェニファーちゃんの昔の記憶をたどってる物語的な感じ？全然わからん。あ、やっと落ちた。これで？これ何あんの？クマのぬいぐるみを手に入れました。でもだからって何これ。緑のリボンがとても似合いな、可愛いクマのぬいぐるみです、はあ、その時でした。囚われの身の不幸な少女を優しい声が呼びました、はあ、え、ウェンディちゃんよ。約束通り来たわ。おじさん出てってみた。今助けに行くから待っててね。俺はジョシュア君の過去を追体験してんの？ちょっと待って、俺もう考察がごちゃごちゃになってんだけど。ああ、また読むことになっちゃったよ。もうここで待ってればいいの？扉は開かないんだよね。囚われの身の王子様って言ってるけど、あれパパじゃないの？ちょっと俺何をすればいいの？くしゃみ出そうで今、ちょっとくしゃみで、ほら。What's your name? ちょっと鼻かんでるって今。何？ジェニファー、鍵を開けたわ。見張ってるから早く上に上がってきて。なんかやっとこのゲームの核心に迫る時が来たんじゃないの？今全然わかんねえもん、何が起きてんのか。しかしだよね。じゃあこれからウェンディちゃんと一緒に行動するの？いないの？どこにいたの？ウェンディちゃん。このゲームで唯一いい子ってウェンディちゃんじゃないの？ちょっとウェンディちゃん、結婚しよう。愛してる。でもさ、ここ行っちゃったらまたいいんじゃないの？さっきのおっさん。見つかったらやばくない？俺鉄パイプ持ってるからいいんだけどさ、あのおっさんもう人魚姫に比べたらボコボコでしょ。いた！ファンディ？あ、かわいい。でもやっぱちょっとちっちゃい頃のジェニファーちゃんって呼ばれたらぽくない？どうなんだろう。おじさんが帰ってくる前に早くここから逃げましょう。でもその前にあの恐ろしい道具を取ってこなくちゃ。あの恐ろしい道具って拳銃のことじゃない？その方がおじさんのためになるわ。そう？君みたいなちっちゃい子供が拳銃なんて持ったらあかんと思うよ。こっちか。こっちの？あ、ここしかないね。ここ開くの？ここか。書斎に拳銃ってちょっとおしゃれだね。でもあのおっさんいるんじゃないの？あ、いた。ワンデイ？これ？これでおじさんは大丈夫。さあ行きましょう。その中に拳銃入ってんの？いや、拳銃じゃないかもしんないけどね。行けばいいのかな？
まあ行こうか。ちょ、セーブして。このゲームの難点、セーブ場所が少ない。それ、人魚姫と戦う下りもまたあの序盤からやり直して、あのなんかさかなクンみたいなやつら大量に、待って待って待って、今すごい喋ってるからちょっと待ってね。これ行くときにどうせおっさんにバレるんじゃないのねえ。いや、わからん、どこ行った、こっち玄関かな。そうだね、もう多分準備は整ったパターンだから玄関に出ればいいんじゃないのかな。ウェンディちゃん、ブラウンの次にウェンディちゃん好きだよ俺。多分いい子だから、もしかしたら黒幕かもしれんけど、行くの早くね？ちょ、めっちゃ、いや、俺助手は、助手はって探してるよ、ほら。探す気ゼロやんけ。ずっとそこにおるやん。待って待って待って、ちょっと待って、早くセーブ、まあ、セーブしよう、セーブ、セーブ大事だから、セーブできるよね。セーブしよう、セーブ、スカパクスのベーブ。これさ、そのまま行ってもいいのかもしんないけど、ちょっと一旦セーブしたんだったらさ、あのおっさんのとこ行ってみよう。あ、お菓子の家の庭。でもこういうところ探索しとかないとなんかダメなんじゃないかな。ダメってわけじゃないかもしれないけどさ、あ、スコップ、これ武器なんじゃない。ちょ、しゃっくり出てきた。え、これ、え、これ大丈夫、え、え、これバレないかな。あ、え、え、当たり前のようにバレたんだけど、ムービー入ってバレるってもう俺手の施しようないやん。あ、死んだわけじゃないの。え、どうすりゃいいんだろう。じゃあまたここに戻ってきたって、あの人別に、まあそうだよね、ジョシュアだと思ってたら殺しはしないよね。どうすりゃいいんだろう。そのままやっぱウェンディちゃんの方行けばいいのかな。え、でもあのスコップ気になんない。え、取りに行きたいんだけど、またこっからか。まあいいや、ちょっともう一回行く。振り出し、これ待って、開かないんだけど、待って、またウェンディちゃん助けに来てくれんの。ウェンディちゃん、ウェンディちゃん、俺ちょっとヘマしちゃったよ。ところどころ変色してはいますが、幸せな親子の姿が見て取れます。やっぱ親子なんだね。親子なのは分かったけど、なんでそんな執拗に閉じ込めたりするんだろう。ちょっと待って、やっぱこれ行く前に探索しよう。ちょっと気になるもんいっぱいある。いやー、これ多分この家に入る前に庭に行かなきゃスコップ手に入らないっぽいっすね。じゃあ行こっか。もう、うわー、まずあのおっさんがあの男の子のお父さんだってのは分かって、でウェンディちゃんとそのジョシュア君はなんかガールフレンド、ボーイフレンド、なんかすごいイチャイチャしてて、なんかもしかしたらもう大人の道を進んでるのかもしれないけど、まあ、とりあえずで、結局ジェニファーちゃんはどういう存在なんだろう。どっち、こっち行けるなってる的な感じじゃないよね。こっちか、いた、ワンデイ元気か、ワンデイ、よかった、これでこれから二人はいつも一緒ね。ねえ、あなたにお願いがあるの。あなたのそのクマのぬいぐるみと私のブローチ交換してくれる？ブローチ？そのブローチ何があんの？そのボロボロのぬいぐるみあげるけどさ、別にいらねえし。絶対こっちの方が価値あるよ、ウェンディちゃん。えへへ、嬉しいな。そうだ、この子に名前つけなくちゃね。おい、なんか名前で？名前が？ねえ、ジョシュアでどうかしてる？どういうこと？え？え？ジョシュア、うん、いい名前だわ。君のボーイフレンドもジョシュアって名前じゃないの？私、この子あなただと思って絶対ずっと大切にするね。そしてまた二人であの言葉を誓い合いましょう。永遠に変わらないに誓ってあなたに従います。いや、わからねえ。ぬいぐるみの名前にジョシュアってつけられた時点でもう意味がわからなくなっちゃった。ブラウンとかってつけられたら、あ、んー、なんかもう、なんかそういうパターンなくなってなっちゃうけど、もうわけわからない。もうわけわかんない。クリアしちゃったのかな。あー、お菓子の絵クリアした。難しいなー。まあ、ジョシュア君っていう子供がいたのは事実だよね。結局最後、ジェニファーとウェンディちゃんが話してたのは、ウェンディちゃんもジェニファーって認識してたのかな。なんか現実とその妄想のなんか、なんか分かんない。セーブしよう。
さあさあさあ、え、結局戻ってくんのここに。おいおいおい、お前ジョシュア君だろ結局。おじょ、おい、君なんかの相手にはやはりアマンダあたりがお似合いさ。俺お前に相手してもらうなんて一言も言ってないぞ。もうお前何なんだよ、味方なのか敵なのか一番わかんねえお前に関しては。結局戻ってくんのかってところで終わろっかな。多分めちゃくちゃ今回長くなっちゃったね、結局あの人魚姫のあれのせいで。もうあいつは本当にもうとりあえずあいつは嫌い。